さっきはよくも舐めた真似をしてくれたな。義乳隊長自ら制裁を加えてくださるぞ。なるほど、あいつか。戦闘力は約5000。そうなんですよ、妙でしょ。愚か者め、スカウターの数値だけを見ているからそういう間抜けな目に遭うんだ。おそらく瞬間的に戦闘力を大幅に上げるタイプだ。俺の見立てではあいつの実力は戦闘力6万ほどと見た。6万？そんなサイヤ人は聞いたことが。こいつはかつてないほどの面白い戦いになりそうだ。よし、行くぞベジータ。おめえはもう一人のやつを倒してくれ。カカロットとギニューの実力はほとんど同じぐらいと見た。うまくいけば2匹とも潰し合ってくたばってくれるかもしれん。思い知らせてくれる。あばよカカロット。ベジータ行くぞ。ベジータのやつ、オラをこいつと戦わせておいて、その隙にドラゴンボールを手に入れようって腹だな。せっかくの登場で悪いが、一気に生かしてもらうぞ。ほう、相当の自信だな、この義勇様。すぐにその鼻っ柱をへし折ってやろう。なるほど、こいつは思った以上にできるようだ。なんでサイヤ人がここまで。信じられん。瞬間的に出せる力、まだまだこんなもんじゃねえ。なんだと。
まさか貴様はスーパーサイヤ人なのか。確かベジータもそんなこと言ってた。何のことかさっぱりわかんねえけどよ。スーパーサイヤ人、伝説の最強戦士。ああ、なんということだ。フリーザ様がただ一つ恐れていたスーパーサイヤ人なのか。さあな、ケンドよ、オラ無駄な戦いはしたくねえんだ。悪いことは言わねえ。おめえたち、この星から消えてくれ。なんだと、貴様本気か。本気だ。無意味におめえたちを殺したくねえ。スーパーサイヤ人は血と戦闘を好む全宇宙最強の戦士のはず。そうか、貴様はスーパーサイヤ人になりきれていないようだな。だが少なくともこの俺様よりははるかに強い。なぜ笑う。チース、俺のスカウターを持っていろ。何を気に入ったぞ、貴様のその強い体を。チース なんでオラがそこにいるんだ。交換させてもらったぜ、貴様と俺の体を。ギニュー隊長、スカウターを。おう、よし、宇宙船に戻るぞ。フリーザ様も戻ってこられるかもしれん。あいつが自分を傷つけたのは、このためだったんか。まずいぞ。このままだと、オラ、いや、あいつらとクリリンたちが、鉢合わせする。待て。うまく地球に消えても、また父に怒られそうだな。こんな顔になっちゃって。